串本王居足行き館は、和歌山県東室郡串本町にある美術館。本土最南端の地、串本町の臨在州、東福寺派別格寺院無料寺の境内に立つ美術館で、設置の主たる目的は、無料寺寺法の保存と公開であるが、現代美術作品や郷土資料、考古学資料の収集、展示も行っている。寺の正門脇に平屋建てで、 高い貸しの鉄筋コンクリートの美術館と展示施設を備えた収蔵庫の2つの建物がある。障壁画をはじめとする時報を残すため、1961年に日本で一番小さい美術館として無料時計台に開館した。館内には丸山王居、長沢路雪をはじめ、伊藤若中、狩野山行き、加野丹遊、白院らの名品50点余りが展示されている。 中でも、丸山王居筆の、波状群線図、長沢路雪の、竜古図を含む55面の障壁画は、海外からも高い評価を受けている。無料寺は1707年に発生した、南海トラフ巨大地震である、宝永地震による大津波で全壊、流出したが、80年後の天明6年に、具海を生によって再建された。王将が京都にいた頃の友人であった王居は、 これを祝って、障壁画十二面を描いたが、年齢のためもあり弟子の足行きに、障壁画を託して計から南紀に向かわせた。串本についた足行きは、滞在中に自らも無料寺本堂のために、竜子図などを描いている。美術館の展示室には、寺の本堂にあった時と同じ配置になるように、竜子図が置かれていたが、現在はレプリカが置かれており、その本堂には、 成功なデジタル再生画が設置されている。障壁画の実物は新しい収蔵庫内に配置、展示されており、観客が来た時のみ収蔵庫を開け電気をつけて、鑑賞できるようになっている。串本王居足行きのある無料地方上障壁画群以下、55面の障壁画が重要文化財に指定されている。郵便番号649-3503和歌山県。 東室郡串本町串本833大人1300円中学生以下750円ありがとうございます。